こちらにはね、群馬県指定の天然記念物、中之条の最価値、まあこのようなものがありますね。まあ指定されたのがね、昭和30年の1月です。中之条の最価値由緒、樹齢約600年、目通り17尺、 5.60m、 宮城県刈田郡の最価値と並び称せられる名木である。木の実は王庫において馬を洗うのに用いられた。まあ下隠し、この地一帯は演技式による朝廷の御巻であって、高付け熊木の一つ、王朝時代地代巻と称され、戦略元年8月約1004年前には名馬白波を村上邸に献上した。源平の時代、清和源氏の直流がこの地に巻館として幕に、岩井道場にあったことも確実視されている。さらに下って戦国時代、天正8年380年前、沼田城代となった海の能登守照之の相場も一白黒と称してこの地の産である。寛保2年210年前の大水害において被害を受けたが、まあ、地雷、加納家の鬼門除けの樹木として現在に立っている。まあ中之条の最価値、まあ、どれかというとね、まあこの道を挟んで、まああれです。見事な木だね。最価値、まあこれ以上近づいちゃうとね、まあ、全体が入らなくなるんですけど、まあちょっとすぐそばまで行ってみますか。こういった場所です。すごい、まあ、葉っぱに特徴がありますね。最価値、なんか花インゲンみたいな実がぶら下がってますよね。まああれでね、まあ馬を洗うのかな。まあもちろんね、中から出して、こんなに大きくなるんだね。はい、まあ、これがね、中之条の最価値、県の指定天然記念物になっています。ご視聴ありがとうございました。